と間違えて聞いちゃったので、2曲目のエクササイズ。今日ちょっと捕まるところがないのであれなんですけども、本当はね、基本の股関節回しをすごいやりたかったんですけれども、ちょっと捕まる、本当は捕まってやってください。足を直角に上げて、そこから後ろに回す。
形、なんかこう半円形に回す。ちょっとスカートが短いので微妙なんですけれども、何かに捕まって安全な感じで行ってください。これ左右ゆっくり10回ずつぐらい。そしてヒップアップも、テーブルで今ついてやってますけど、何かに捕まってヒップアップ、これ捕まってやってくださいね。ちょっと私今よれよれしながらやってます。はい。でですね、ピヨピヨ体操っていうのは、小鳥のようにこう肩甲骨を広げて、後ろで肩甲骨を寄せます。胸を開いて肩甲骨を寄せる。で、ある程度やったら手のひらを上にして、アップアップアップ。そして、バックラウンジは、つま先より膝が前に出ないようにして、後ろに引いて、少しこう、上体を落とす。これがバックラウンジ。後の動きは丸一を見てください。で、扇風機体操っていうのは、万歳して、回す。ウエストバストアップ、背中。に効く気がします。肩こりとかにもいい気がします。で、今忘れちゃってたんですけど、肩に手を当てて後ろに回す。これも肩こりとかにいいと思います。で、クジャク体操っていうのは、合掌して上にグーッと持ってきて、そこからこうグーッと胸を広げながら腕を下ろす。これも結局肩甲骨。平泳ぎ体操っていうのは、前にガーッと持ってきて、前に直進させて肘を落とさないで後ろに引く。こんな感じ。他にもね、いろいろ忘れちゃってたんですけど、振り子体操、音楽が流れると急にいつも頭がポンと飛んでしまって、同じのしか、思い出せないんですけれども、こういうふうに振り子みたいな体操があります。これもすごくいいですね。あと本当はスクワットもやればよかったですね。スクワット、これも本当はやるべきでした。はい、そんなところでしょうか。ちょっと他にもあるかもしれないんですけども、今日はこの辺りにしたいと思います。また音楽に合わせてね、みんなと一緒にやりたいと思うし、私のを見て同じようにやってくれてもいいし、自分の鍛えたいところを自分のペースで好きな動きをやってもいいと思います。それでは今日は、ラズベリー2曲続けてやりました。また美食上エクササイズ一緒にやりましょう。ちょっとずつ基本を覚えてもらえるように、時々こうやってレクチャーもしたいと思います。それではまた、美食上エクササイズ、セーラー服バージョンでした。またねー。